一般意味論、一般意味論、一般意味論、ゼネラルセマンティックスは、アルフレッド・コージブスキー、1879年から1950年、により1919 19年から1933年までの間に構築された教育的規範である。一般意味論は、言語学の意味論とは全く異なる。その名称は、コージブスキーが、意味反応、セマンティック、 リアクションスとして研究していたものから来ている。意味反応とは、単に人間の作った、シンボル、言語だけでなく、周囲の環境における、あらゆる事象の意味に対する人体全体の反応を、指す、逆中。例えば、梅干しを見て唾液が分泌されるような反応、すなわち条件反射も含む。ホージブスキーが人類の生存にとって、 最も有益であるとした意味反応のシステムを一般意味論と呼ぶ。一般意味論の支持者はこれを精神衛生の形式と考え、自然言語に本来組み込まれている関連化の罠や常識による過程を避ける手段を与えて明確かつ効果的に思考することを可能にするとしてる。つまり、一般意味論は心理学と共通する部分もあるが明確な両方ではない。 病を治すことよりも正常な個人の可能性を広げることに重きを置いている。アルフレッド・コージブスキー自身によると、一般意味論の主な目標は、その実践者に中小過程への自覚と彼が呼ぶものを展開することである。それは地図と現地の違いの自覚であり、言語などの表現方法によってどれだけの現実が破棄されているかということへの自覚である。 一般意味論はこれを散発的に知識として理解するだけでは不十分としていて、中小過程への自覚を常に持って反射的に実践することで完全な正気が達成されるとしている。多くの一般意味論の実践者はその技術を広告や政治や宗教による巧みに操作された意味論的歪曲に対する自衛手段と考えている。哲学的には一般意味論は 応用概念論とも言うべきもので人間の感覚器や神経系や言語が人間の経験にフィルターをかける度合いを強調するものである。一般意味論の最重要の前提は次のように簡潔に表現される。地図は現地ではない。単語はそれが表す事象そのものではない。アリストテレスは真の定義が事象の本質を表すとしたが一般意味論は そのような本質を見つける、可能性を否定する。様々な要素があるが、以下に挙げる三つは、特に重要である。一般意味論の大部分は、現実のやり取りを妨げる、精神的な性癖をやめるための訓練技術と、覚書きから構成される。三つの重要な覚書きとして、非栄、ぬる A、えー、非愛ぬる愛、非栄、ぬる E がある。 これらの覚書の根底にある目的は、現実の現地と我々の概念的地図をうまく対応させ、あらゆる地図に制限があることを思い出させることである。そういう意味では、比叡は単に哲学的なものを否定しているのではなく、ヒアリストテレス的論理の実践を意味している。コージブスキーはこれらがリンクしていると考えた。我々が影響し合う事象の複雑な性質は、 本質や定義からの推論では手に負えないことが多い。そのことが不確実さを生むが、一般意味論では、ヒアリストテレス的論理が有効とされる。コージブスキーの主な著書は、科学と正規サイエンスサニティ、アンイントロダクション2ン、リスタティリアンシステムズゼネラルセマンティックスである、1933年。最初の著書は時間結合の定義と、 その派生概念を説明したマンフド・オブ・ヒューマニティである1921年。また、彼の文章をまとめたアルフレート・コージ・アップ・スキー・コレクテッド・ライティングス1920から1950も後に出版された1990年。コージ・ブスキーの有名な弟子サミュエル・アイ・ハヤカワは思考と行動における言語を書いた1941年。それより早い時期に出た。 一般意味論の書籍としては、スチュアート・チェイスのザ・ティレニー・オブ・ワーズがある、1938年。また、最近では2000年に、スーザン・コディッシュとブルース・コディッシュによる、ドライブ・ユアセルフ・フサネ、がある。一般意味論を広めるために、アメリカでは2つの組織が結成された、インスティチュート・オブ・ゼネラル・セマンティックス、一般意味論研究所、1938年と、 インターナショナルソサエティー・フォー・ジェンラル・サマンティックス国際一般意味論協会1943年である2003年これらは合併してインスティチュート・オブ・ゼネラル・セマンティックスと称しテキサス州フォートワースに本部があるまたヨーロッパとオーストラリアにも一般意味論の組織がある1940年代から1950年代の間に一般意味論は サイエンスフィクションで使われ、特に a e ン・ボークトやロバート A. ハインラインの作品に登場し、特にボークトの作品のタイトルとして、一般には、非英という言葉は知られている。一般意味論の考え方は、SF 界の知的道具の一部として一般化し、デーモンナイトなどがパロディを書くまでになった。その後も、サミュエル・アル・ディレーニーらが、一般意味論を小道具として使っている。 1952年、マーティン・ガードナーは有名な著書ファズファロシース、イン・ザ・ネーム・オブ・サイエンスの中で、一般意味論を疑似科学として批判した。エルロン・ハバードは、自身の仕事も、部分的に、一般意味論に基づいているとして反論したが、かえって迷惑がられた。精神科医ダグラス・エム・ケリーによれば、第二次世界大戦のヨーロッパ戦線での、戦場ノイローゼの治療に、 米軍の軍医が一般意味論を利用したケースが7000件以上あるとしている。このことは科学と正規の第3般ョブに引用された。神経言語プログラミングは一般意味論に追うところがあるという。一般意味論は心理学、人類学、言語学及び教育においていくらかの影響を及ぼし続けた。2005年現在、一般意味論の評価は マーティン・ガードナーとエルロン・ハバードが与えたダメージから回復する途上にある。一般意味論は分析哲学や科学哲学と関連が深い。ルートビヒウィト・ゲンシュタインやウィーン・アクダン、初期の操作主義者やチャールズ・サンダース・パースなどのプラグマティストの思想は一般意味論の基本的な考え方に顕著な影響を与えている。これらの影響の多くは コージブスキー自身によっても認識されている。コージブスキーの目標レベルにおける沈黙という考え方や、中小過程への自覚という考え方は全に似ている。コージブスキー自身が全に言及することはないが、一般意味論が体系化されたのと、同時期に英語圏で第一次全ブームがあったことは確かである。論理上同療法を発展させたアルバート・エリスが、 一般意味論からの影響を認めている。CF1 認知的転換を含む心理療法との関連について、講義での心理療法は、思考、感情、身体、社会、実存を加えても良いに関わる混乱を修復して、現実の社会で生きていくことを支援する。そのうち特に、思考すなわち、考えるという機能における混乱を是正することを、試みる論理療法や、 認知療法を実施する際には、認知的転換に必要な正しい認識の仕方についてのひな型を一位味論が提起していることを自覚する必要がある。というのは、人間の認識システムそのものが抱えている本質的問題、すなわち個別と抽象の間の混乱が、大断者のみならず、心理療法を行う側にも等しく起こり得る、ありふれた問題であるからである。 一般意味論では抽象の段階に関する考え方を構造微分ストラクチャル、デファレンシャルと呼び、一無限に変化する世界からに感覚機関によって把握された外界の二姿、3外界として体験された事柄についての言語的記述、4そうした言語的記述についての記述というように当初の情報が段階的に縮題されていくことを指摘した。現在では 認知心理学、認知科学的研究によりそうした宿体の様子が把握されているが、元の世界についての認識が言語的に表現された世界についての認識へと宿体的にすり替えられてかざるを得ないという人間の認識能力の限界、そのことを明確に指摘した点に一般意味論の決定的な重要性がある。空は青いといったような言名そのものが、 複数者の間で、その意味が異なるという認識上の不定性のゆえに、心理療法の場に限らず、その和者にとっての、その時の意味を把握することに努力なければならないこと。その際に、そうした、言明のどこまでが、事実性に関わり、どこからが、推測などの、思いや、思い込みであるかを分離すること。あるいは、彼は何々障害であるといったような言明が、類と、 個別に関わる錯覚に見舞われ、何々障害であるから彼はしかちかであるといった貢献工程の誤りに陥らないようにすることと、C、エスパースによる過敏主義、ファロビリザムは絶対的な真実や確実さはない以上、人は誤りを繰り返す中で全身的に進んでいくとする立場であるが、一般意味論の構造微分の図式はそうした。 パース立場と結果的に重なり合うものと考えられる。また構造微分の考え方から心理療法への決定的な示唆としては言葉で語ることのできない段階やアンスピーカブルレベルが存在するということである。思考、認識という世界とは異なる言語未然の体験の世界の存在は身体的で体験的な要素を含むビルヘルム・ライヒやアレクサンダー・ローエンによる 精神分析への身体的アプローチ、あるいはゲシュタルトセラピーや身体心理学、身体心理療法というアプローチの必然性の示す理論的根拠と考えることができる。c f に言語による束縛と脱却。一般意味論の関心は当時の二つの重大問題にどのように回答するかであり、その一つが、クレタシマビトは嘘つきであるといったように心理が定まらない。 自己言及型パラドックスであり、もう一つは、どのような観測系でも高速は一定という物理現象であった。前者については、バートランド・ラッセルが解型理論によって、自己言及を停止すれば、パラドックスに至らないことが示せれ、後者については、アルベルト・アインシュタインが相対性理論によって、時間が伸び縮みするという観点により把握された。コージブスキーにとってはそのいずれもが、 人間の言語的認識と思考の決定的な限界を示す事柄であり、前者はいわば言葉の世界の中だけでの循環的参照関係の構造的欠陥であり、後者は通常の感覚と認識が届かない悲願が存在するという自戒だったと言える。例えば、禅問道における公案、石手の声、両手で叩くとポンと音がする。片手で叩くとどんな音がするかのように、 認識の言語的循環からの脱却及び思考する、自分自身からの脱却などへ連なる、問題意識を推測させる。なお、構造微分が示すように、記述が、その記述内容そのものを指し示す、言及するという構造から、自己言及型パラドックスが生まれるが、これが単なる論理的テーマにはとどまらず、統合失調症の発症に関わるメカニズムであると、グレゴリー・ベートソンと考え、 ダブルバインド理論を提起した。二つの矛盾したメッセージ、例えば来ることと来ないことを同時に実現させくてはいけないような状態や保護者からの勝手にしなさいといった自己言及的パラドックスにさらされ続けると統合失調症に見られるような日常的な思考行動の崩壊内視は硬直や無反応とい対象を生むとされた。論理療法、認知療法は 認知、人間の認識のあり方の歪みが、心理的問題の根底にあると捉えているが、一般意味論の見方では、それは特に神経症レベルにある人間に限定されることではなく、言語的に思考して認識する人間存在に根ざす基本的問題と考える必要がある。マーティン・ガードナーは、科学的手法によって独断的信念を確立に置き換えて、 判断を引き延ばすという一般意味論のルールを一般意味論自体が破っていると定義しているように思われる。ガードナーはコージブスキーについてアリストテレス的習慣と彼が呼ぶものを求断することにはきたらないがそのアリストテレス的と言っているものはギリシャ人哲学者の思考方法とは何のかかりもない実体のないものであったと書いている。非科学的性質の告発に対して ブルース・コディッシュやケネス・ジー・ジョンソンのような一般意味論学者はコージブスキーの主張を支持すると彼らが考える科学的研究をいくつも指摘した。マーティン・ガードナーらは一般意味論の最終的な評論としてマックス・ブラックのランゲージフィロソフィー言語と哲学というエッセイを引用する。しかしコディッシュらはブラックの批判は科学と 正気を誤解したことから生じていると主張している。ノーム・チョムスキーは、コージブスキーの業績は、ほとんど生き残らない。なぜなら、重大な混乱に基づいているからと言った。チョムスキーは、コージブスキーが、動詞 2B を批判していること、B 動詞を含む主張には、言語構造上の混乱があり、深刻な過ちを引き起こすにもコメントし、コージブスキーが考えを変えたように見えるとした。 地図は、現地ではないザ、マップイズノットザ・テリトリーというコージブスキーの言葉は、同一性の否定、イズノットであり、同一性の肯定、イズとは反対の神経言語効果を持つ。すなわち、B 同士の神経言語効果をコージブスキーが認めているように見える。チョムスキーは言う。チョムスキーは、行動主義に一貫して、反対の立場だが、コージブスキーが、 行動主義に信用を与えていることにも批判的であった。アナーキストでもあるチョムスキーは B 同士の使用による誤解より社会権力の集中を問題にした。なぜならそのような組織は特定の観点を押し付ける手段を持っていて近くに影響を与えるからである。権力は権力にへつらう人々を生むだけでなく科学を利用することで大量破壊をもたらし種を危険にさらす。 核爆弾や短期的利益のために汚染や破壊をもたらす技術などとチョムスキーは考える。しかし、コージブスキーが神経言語学と呼んだ観点は20世紀初期の神経学者ラッセル・マイヤーズや C ・ジャドソン・ヘリックに受け入れられた。行動主義の科学者 W ・ホースリーガンとも同様でコージブスキーの条件反射に関する議論を深く 正確であると評した。コージブスキーは、批判者が彼の言ったことと、その解説を混同しているとじていた。彼は、E'、B 同士を省いた人工的な英語で次のように、言っている。私は、私が言ったことを言った。私が言っていないことは、私は言っていない。アイセドアット、アイサイド、アイディドノットセイホアット、アイディドノットセ楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。